ターリーダー戦いの極意ってのを手と足取りを教えてやるよ。女の子限定でな。迷ったり間違ったりしながら自分だけの歴史を刻んでく。俺は男だからといって特別扱いはするなよ。一人の仲間として扱ってくれ。操船技術には自信がある。もし海を渡る必要があるなら遠慮なく。なすべきことをなすため、共に戦いましょう。
よろしく。加減なしで僕に任せてくれ。張り切っていこう。やっぱいい男。お姉さんに任せなさい。力の見せどころだね。任せて。力の見せ。なんか面白そう。行こう行こう。私の出番。覚悟はできています。行きましょう。
その時のための準備はしてきたつもりだ。俺がやらなきゃ。この時のための準備はしてきたつもりだ。
Thank you.
元気を癒やすことないよ。
まだ弾けそうだね。 調子出てきたな。なかなかの成果だ。 Okay, いいね。
然の体制でと。この時のための準備はしてきたつもりだ。この時のための準備はしてきたつもりだ。Thank you.
結構歩いたね。もうすぐ着くかな。ミゼラ、道が険しかったけど足は大丈夫？うん、平気だよ。カナタ、心配してくれてありがとう。カナタも疲れてない？全然、むしろ元気いっぱいだよ。何しろ今回はただの買い出しじゃなく、アニバーサリーパーティーのための買い、クレストリアも1周年だね。長かったような、あっという間だったような。とにかくめでたいことだもんね。パーティーは俺も大賛成だよ。楽しみね、明日のアニバーサリーパーティー。あれ、明日パーティーは今日じゃなかったっけ？違うよ。そっか、そういえばそうだったね。パーティーは明日か。結構歩いた。ミゼラ、道が険しかったけど足は大丈夫？うん、平気だよ。カナタ、カナタも疲れてない？全然、むしろ元気いっぱいだよ。何しアニバーサリーパーティーのための買い出しなんだから。どうしたの、ユナ？何か悩み事？ちょうどいいとこに来てくれたわ、カナボ。ちょっと聞いてほしいことがあるんよ。クレストリアも1周年のアニバーサリーやろ？せやからこれを機に、今よりもっとたくさんの人にクレストリアを楽しんでもらえるようにせな。人のために何ができるんか、ニッキュとずっと考えてたんやけど。ニッキュキュ、驚いた。思ったよりずっとちゃんとした悩みだったよ。ああ、ユナのことだから、どうせ本当は悩んでいないというオチかと。私もそれかと思って。お嬢まで、みんなうちを何やと思ってんねん。んなもん、色気担当のデマコキエセジャーナリストに決まってんだろ。それや、ビシャス、そういうのがあかん。あ、時代は変わったんや。女を見て色気担当やなんて決めつけ、タコは通用せえへん。たとえうちがそれ狙いの格好をしてたとしても。狙ってんのにダメなのかよ。なんだそれ、ただの罠じゃねえかよ。しかし、時代は変わったというのは一理あるな。より多くのユーザーにクレストリアを楽しんでもらうための施策。それいいね、早速やろうよ。カナタの尊さをもっとたくさんの人に知ってもらえるなら。ほな、早速その方向で。大勢や、まずは武力行為。あ？武力で全部解決なんて原始的な方法、新時代ではありえへん。あちらに早速魔物がいるけど。いいつん、話し合ってきてや。無茶を言うな。とりあえず武器で戦おう。今はそれしかないって。新時代は遠いわ。守る。水流よ、あっさり。
をつけよう。争いがないと生きていけないお前の生態もどうだ。もっと本質的なところを是正せなあかんな。お嬢のキャラや。私新時代の一般的なヒロイン像はな。そうなの？でや男子にうつつを抜かさない自立し、お嬢は金本第一主義すぎて新時代に合わせるためには。そうだよ。それじゃ、それにユナの主張も腑に落ちないところがある。自立した強い女性が活躍する話も大いに結構だ。古い物語にありがちな王子に庇護される強いヒロインばかりになっては、そのような昔ながら。そういう細かい話は、とにかく新時代で受けるためには自立した強いよ。私が主人公？ちょっと待って、俺は？お嬢のキャラを変えるにあたってとにかくカナボンはネックやな。じゃあない、カナボンには消えてもらうしかないな。俺このゲームから消されちゃうの？主人公なのに。そんな、私はカナタの尊さを広めたかっただけなのに、どうしてこんな結果に。嫌だよ、俺消えたくない。別に消えなくてもよくね。村人しいあたりで収まっとけよ。僕もやだよ。ああもう、今夜はアニバーサリーパーティーだっていうのに、どうしてこんな話になっちゃうのさ。カナタ、アニバーサリーパーティーは明日だぞ。え？あれ？でもミゼラと買い出しに行ったのは。うん、そうだね。おかしいな、昨日もパーティーの話して。何悩んでんだよ、村人 C の分際で。だから僕は嫌だってば。楽しみだな、アニバーサリーパーティー。日記も楽しみだよね。パーティーつってもちょっと豪華に飯食うだけだろ。あんな普段何も分かってないのね。あの特別な日を特別な人と迎えられる。内容なんて本当はどうでもいいものなの。悪かったね、そういうの分かんねえ育ちで言う。まあまあミゼラ、ビシャスは今までこういう経験がなかったんだからしょうがないよ。相変わらず自然に煽っていくな。うちも女子やさかい。でもやっぱり物は物で欲しい。アニバーサリーパーティーのための特別。しかしもう言うのも嫌になってきたが、せめて一個だけだったらなんとかならないかな。私に？そりゃミゼラはクレストリアのヒロイン。あなた、ありがとう。そんな風にヒロインってとこ強調して言ってたな、カナボン。主人村人 C になった方が美味しいのによ。確かに一つだけならなんとかなるだろう。アニバーサリーだしな。そこ、それにこういう時に出てきたアイテムは後々アタッチメ、ゲーム的にも大歓迎ちゃ。やったねミゼラ、許可が降りたよ。
私はお肉でもお花でも何でも何でも何何私ミートテンダライズミーキョキョキンあれだろ何かの術の栄称だろちゃうわ義勇儀の名称やトムテンを貫く両乱の光まだだけミートテンダライザーできなやつやろ全然違うわミートテンダライザーはお肉の筋を潰すように切る調理器具の名前だよ調理器具だったのか随分攻撃力の高そうな名前だなっていうか全力で栄称してもうたうちめっちゃ恥ずいんやけどどうして調理器具お花はもう宝物があるしお肉は食べたら消えてしまうそれならミートテンダライザーしかないってことねえだろミゼラが欲しいって言うならプレゼントさあ名前と用途以外謎に包まれている存在なら探そう世界中回って旅の目的が変わってもうたなな2年目のタイトルはテイルズ・オブ・ミート・テンダライザーやなぜそうなる肉の筋切りをする RPG なら誰がやりしゃあないミートテンダライザーを見つけなアタッチどの道アタッチメントにはならないだろうミートテンダライザーはタイトルが変わっちゃうのは俺もごめんミゼラそういうことだから今日のアニバーサリーパーティーまでに何言ってんだお前パーティーは明日だろえそんなはずはだって新時代の話をしたのは昨日だったよねつまり今日がパーティー当日じゃなきゃ絶対におかしいこの違和感パーティーの日が延々気づいた魔物お前は一体俺は貴様らに打たれた数多の魔物の魂アニバーサリーをそっ答える意義はない存在に気づかれたなら仕方がないこうなるシリアオトランが全滅してはアニバーサリーの随分流暢に喋りはる魔物やな何言ってんのかわかんねえけどとにかく襲ってくるみたいだぜ知性のある魔物だタクシー、ユナ目的は気になるけど今は戦おうみんな、やるよマジでやっちゃう？終わりにしちゃおう。これが最後だ。水流よ、アプローチ。おいよ、遊ぼうぜ。リフレイントリガー。
強いな。だからこそ時間の感覚を狂わせアニバーサリーパーティーをと、やっぱりパーティー当日が当然。めんどくせえことしてくれるじゃねえか。言ったはずだ。俺は貴様らに撃たれた。だからこそ意味が通ってへんやろ。なんで魔物の魂の集会。貴様、集会はしすぎだ。え、決定クエスト、メインストーリー、限定クエスト、その繰り返しでどれだけ集会をすれば気が済む。アニバーサリーを迎え、さらに次のストーリーが実装され、限定クエストが完了、その悲劇を止めるために。なるほど、アニバーサリー直前で時間の感覚が止まってしまえば。しょうもね。おい、言ってやれカナタ。どんなに魔物の恨みを買おうとも集会もやめない。だってクエストを回って回って回って素材を集め、なんというすがすがしいことだ。来るぞ。お前たちはお前を超えて進む。そして迎えるんだ、みんなでクレストリア。つけている。目障りもない。僕の目の前から消えてしまえ。
たまらなくなるのか。十分強力なものだ。リオさん、ごめんね。終わったか。何言ってんだよ。ね、せやな。邪魔するもん。さあ、ダメだ。なんだよか。ミゼラにプレゼン。そんなのいらないよ。あなたと一緒にこの日を祝うことができる。ええ、セリフやけど、こんな時くらいうちらも仲、うちらで迎える1周年だ。うん。キュ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 。ああ、俺は逆だけどな。呆れた。とことん。それもいい。こいつの口の悪さにも。そうだよ。愚痴ったって逃がしてあげないよ。一年どころじゃなく、俺たちも。へえ。あなたがここまで言ってくれてるのに、やっぱりここで終わらせて。やん。たが。歓迎したり殺そう。な、もうしばらくは俺も付き合ってやるよ。あっ。Yeah!
俺はさ、
一気に切り抜ける。クレス先生直伝の剣技見せてやる。魔物なんかに負けてたまるか。マジンケース。前にクレス先生がすごく強い魔物この森の主を探してるって言ってたな。急いでるし今は会いたくないけど。森を抜ける。修道院にいる孤児のみ、あの子たちのこと悪く言う人もいる。ナッシュは確かにいたず。ナッシュは待ってて、すぐにお。
なんで身のこなしだ。一瞬もう帰った。ほ無理して通ろうとする。私がやめてくれミゼラ。俺ナッシュはここにはいない。だから俺たちがそれを確かめて。この中には小さな子供がたく、今のあなたたちみたいに怖いか。だから通せないの。そうは言ってもね、裏のばあさんが怪我をさせられたんだよ。ちゃんとあの子はやってない。確かにいたぞ。そんなもんわからないじゃん。ミゼラ、あなた。平気だった？ミゼラ、俺が来てあげた。あなたが来て。俺十分やられてたんだけど。皆さんもうやめてください。いや、しかしな、あの子に盗む、うちの野菜もあのガキに取られ。確かにあまり裕福ではない皆さんから物を盗む。みんなお金がないなりに一生懸命生活してるのに盗み。そのことはごめんなさい。俺が代わりに謝ります。悪気はないんだろうが、バカにされて。でも今回は違います。ナッシュは強盗なんてしません。大変だ、怪我をしたばあさんが。どうした？たった今。そんな、くそ、ナッシュは。ナッシュ、くそ、ゴードン、隣町の荒くれ者。俺見たんだ、雑貨屋に盗みに入ったゴードン。でもそれをゴードンに見つかって。そういうこと。おいてめえら、痛い目会いたくなかったら。許せない、おばあさんを襲うなんて。許せなかったらなんだっていうん。罪を犯した奴には容赦なんてしない。行くぞ。逃げた。森の方に。大丈夫。待ってカナタ。でもあい危なかったらカナ。うん、そうだね。俺がも、ありがとう。じゃあ気をつけていこう。
ーどんはこの森に入って、そうみ、ひどすぎるよ。強盗に入っておばあちゃんを殺しちゃうなんて、そんな悪いやつを野放しにしてたらみんなも安心。どうしたのミゼラ。カナタは私には分かってたよ。とにかく今はここは魔物もいるし気をつけながら進まなきゃ。うん、いつだって私は。戦闘開始だ。ミザ、俺の後ろに。うん、そうするね。マジンくん、マジンくん、水流よ、アクアエンジン、蹴散らせ、ガモス小破弾。修道院でさ、俺が着くまで村の大人たちを一人で相手してたみたいだけど、大丈夫だった？とても怖かったよ。だから、カナタが来てくれて本当によかった。そっか、あれ？でも着いた時、ミゼラが村の人を…気のせいだよ。私一人じゃ何もできない。カナタが助けてくれるから。そうだよね、大丈夫。ミゼラのことはこれからもずっと。ありがとう。ゴードン、こんなとこ。もう逃げられないぞ。お前を捕まえて。待って、カナタ。これは。こんなやつ初めて見る。カナタ。Thank you.
なんだ今の攻撃。やっぱりクレス先生の言ってた森の主ってこいつのことなの。無事か。あなたは。立てるなら立ちなさい。無理ならおとなしく寝ていて。一緒に戦ってくれる。やれます。そうか、なら油断するな。行くぞ。まばゆきライフをライトに。どなたか知りませんが、でもどうして。君たちは悪い人間には見えない。勝手に面倒ごとに飛び込まれてこっちはいい迷惑だ。不満なら無理に私に。冗談でしょ。私はあんたから決して目を離さない。理由をつけて逃げられるとは思わないこと。そうだったの。あの、ああすまない、自己紹介がまだだったな。私はミラ、彼女はベルベットだ。彼女です。彼女はミテラ。この辺りの人じゃないですよね。二人探しているやつ。迷っちゃったんですか。よく見ると服もみつぼらしいし。よし、俺が何とかしてあげますよ。何あんた。何ですか。よせベル、サリ、何ミゼラ。お、あ、逃げられたのか。守る。おい、ミゼラ。ナッシュ、話も聞かずにさっさと飛び出。ナッシュ、追いかける必要。ゴードンがばあさんを殴ったところ。おい、罪の投影か。このビジョンを見ろよ。こいつ隣町のゴードンじゃないか。許せないな。なんだ俺のビジョンオーブが。なんてひどいこと。おばあさん相手にこんな悪人は裁かれる。いなくなっちゃえばいいの。消えろよ悪人。消えちゃ、消えろ、消えろ。あれが罪の刻印か。罪を犯しみんなが執行を願った。うん、ゴードンはトガ人になったんだ。まさかトガ人。あれが やっぱり来てくれた執行者だ。
初めて見た。すごい、罪を犯したトガビトを。ゴードンに触れた瞬間にスッと消えちまった。すごい、一瞬でトガビトを消しちゃった。これが執行なんだね。よかったね、ミゼラ。これで悪い奴はいなくなった。そうだね。おい、ゴードンの奴は執行されたみたいだね。誤解してすまなかったな。はっ。それよりカナタ君、今ちょうど連絡があってね。コーディさん、父さんが、やった。多分森を抜けた先にいるだろう。じゃあ俺迎えに行ってきます。うん、分かった。カナタが守ってくれるか。でもさ、ミゼラってカナタより全然。え、そうなの？そんなことないよ。私はいつだって。そうだよね。安心してミゼラ。君のこと。うん。ナッシュ。はい。余計なこと言ってごめんなさい。どうした、ベルベット？ええ、呼ばれてるわ。どうかしたんですか？探し物が見つかったようだ。ここ、カナタを助けてくれて、俺の家、この先にあるんです。もしまた、何でも力になってあげます。あんた、その言い方な、よせべ、ありがとう、カナタ。あ、さらばだ。ええ、また。さようなら。
かなり近い。この腕が薄いてる。あまり無理はするな、ベルベット。あんたがそれを言うの？確かに最初のうちは腕に体中の。こいつはあんたのおかげで。そうか、私に向けた君の感情。しかし今この時は仲間として。分かってるわよ。その中で見極めさせてもらうわ。あ、そしてその時は